かまるで何も見えてないよ。マリアのこと見せて。ときました、福丸が。邪魔だね、これね。今日の髪型かわいいよね。似合うんですよ、多分まで。わあ！落ちてるじゃない、福丸。登りなさい。逃げられます。ああ、すごい逃げられた。めっちゃうなこれすごいな。大変ですよね、メイクさんとかさ、困るさ、難しい髪の毛とかした時さ、踊るのにさ、こんなにすごく踊る公演だからさ、あーダメだ、もうこれが出ちゃうわ長いやつが出ちゃうな。ここに入れればいい、出ちゃう。すごいこれだけ気になっちゃう。そう、めちゃめちゃピンついちゃうんですよ今。髪型これのままです。今日はこの髪型をしてました。明るくしよう。よいしょ。家が鏡も届いたしソファーも届いたので、もう家が自分の部屋がちゃんとお部屋になりました。私のお部屋が完成いたしました。嬉しい。もうね、なんかソファーをもともと自分の部屋できたら買おうと思ってて、このソファーいいなーと思って、なんかちゃんと長さも調べて、家にこの部屋に入るちょうどいいでかさだと思って買って届いたら、思ってでかくて、あの部屋、自分の部屋がすごく狭くなりましたびっくり、すごく自分の部屋が狭くなりましたが、本当にマリアが横になれるぐらい狭いんです。あ、広い、大きいんですよ、ソファーが。カーテンが開いている。まあ、ちゃんと白いのつけておきたいんですけど。白のソファーいいでしょ、すごいでかいよ。なんか2人2人掛けって書いてあったんだけど、多分 3人ぐらいいける。今日はメイクがうまくいきました。メイクがとってもうまくいきました。アイメイクがかわいいでしょ。わあ、なにこれ、リラックマが来た。スージェさん、ありがとう、ありがとく、アリックマ、アリラックマ、アリ、ありがとうございまっくま。すごい、なんかリラックマとコラボしてるんですね今。
なちゃんへの手紙もクルタへの言葉も素敵でした。ってありがとうございます。嬉しい。なんかさ、はなちゃんの手紙を書いてて思ったんだけど、なんかマリア冒頭とか言えるようになっちゃったんだって、なんか大人じゃないって思いました自分で。あ、すごい、福丸が走ってきた。わ、そのネズミで遊んでくれてるの。絶対福丸遊ばないと思ってるけど、可愛くて買ったネズミのおもちゃで遊んでくれてる。嬉しい嬉しい。福丸、マリアちゃん嬉しいよ。すごい騒いでます、その日で福丸が。ああすごくテンションが高いですね。一回もバッチリだったし、大人になったなーって。やったー、大人になりました。中盤曲のダンスめっちゃ好き、わかる。マリアも100年先すごい好きです。おーおー、どうしたの福丸びっくりした今、何があった何が。おー大丈夫か、登れる。そう、いつもここ登れなかったのよ福丸、ずっと急に登れるようになっちゃった。まあ100年先でものここが好き。あと仲直りとしてみたかった何好き、そんな日も何が好きそうか、ココ天始めてからも初めてショールームするのか。ココ天の話とかもいっぱいしたいですね。じゃあそう、ココ天はミルルン散歩時です。嬉しい、見る見る。ユニットはおニューです。おニューはもともとセンターが黄色のポジション、センターが黄色の衣装なんですけど、 HKT ということで変えるってなった時に、私が先輩なので衣装さんが一番に選ばせてくれて、ピンクも一応着てみたんですけど、なんかなんか薄いピンクならいいんですけど、おニューのピンクって結構なんかパキッとしたピンクじゃないですか。逆になんか顔色がめっちゃ黒く見えちゃって、黄色にしますって言って黄色にした。私黄色にしますって。衣装さんもだと思ったんで、もうマリアサイズにしてます、ありがとうございますって。でピナちゃんは青が良くて、クルタンはピンクが良かったから、ちょうどなんかいい感じになったなと思って。でマリアさ、全体じゃ前半の4曲も黄色でさ、おニューも黄色でさ、アンコールも若干黄色み強いじゃないですか。まあこの公演ほぼ黄色しか着てないんですよね。片足立ちの体幹の強さにビビった。え、マリアビビった。なんかマリア結構片足って立つの苦手なんですよ。で何回も結構グラグラってしたことあるんだけど、本番でグラグラ一個もしたことないの。本番に強いのかもしれない。そう、選べたんです、嬉しかった。前半の色合いは衣装さんが全部決めてました。それまでもともと自分のペンライトカラーが黄色とピンクで、黄色とピンクどっちも好きなので、
黄色で、ね、嬉しかった。リボンもマーさん足こんな上がるってなった。いや、キスの着せるとこ見られちゃった。どうする、売られちゃうかもよ、含まる男とチューしてるって。オスとか、オスとチューしてるってああ、福丸が来るからここ開くのか。ラブラブすんなって書かれた。で、何の話してたっけ。福丸が可愛すぎて忘れちゃった。足上げるやつか。そうそう、前もともとマジで足上がんないんです。で、結構あれももう必死に足上げてるんだけど、ダンスの先生に誰か分かんないけど足上がってなかったんだよねみたいな、体硬い人いるって言った時に、葵ちゃんが秒でマリアのこと指さしたので、言わないでってなって、そっか、そのリハから葵ちゃん指さされたので、マリアもう必死に葵ちゃんと同じ高さに上げるようにしてます。でもさ、やっぱやればさ上がるんだよね。自分でもびっくりした。いつも葵ちゃんとエミリーさんと同じぐらい上がってるじゃないですか、私。やっぱやればできるんですよ。めっちゃ調子乗る。やればできるんですよ。でも本当にフッっていう声を出してやってます、いつも。フッって言いながら。バルドガとかも本当に、前バレエの形が一番苦手なんですよ。だからもう本当に、その一回マリアスタジオ借りて一人で実演した時があって、ほぼもうドガに費やしたっていうのは盛りすぎましたけど、結構ドガに費やして、なんかいい形、こういう時に首をどうやって動かしたらなんかちゃんとしなやかに見えるかとか結構研究した。そう、クルタンはずっとバレエしてたから回るのとか上手だよね。マリアもそれぐらいになれるように、あのスタジオを借りて、スタジオをあのずっと一人で何周も回ってました。さすがに衣装投げるスタイルじゃなかったね。そうですね、まあ、こういう世の中だっていうのもあるしね。コードで遊ばないで。練習期間どのくらいだったの？練習期間は、で、目撃者公演が終わってからここ点だったので、結構ギリギリというか、思って時間がなかったかも。振り入れが何日か、1週間ぐらいで終わって、ギュッとするとね、振り入れが本当に1週間ぐらいで終わって、そっから振り入れが2週間ぐらい行ったんですよ、片目リハまで。で、片目が2回でゲネプロだったので、結構タイトスケジュールだったから、本当にもうスタジオ初めて借りたぐらいだったから、そうだね、すごい頑張りました。なので、でもなんかやっぱ俺、人がいるとこでその自分で人種練習するのがあんま好きじゃなくて、結構一人でなんか黙々としたいんですよ。なんか同じ振りをさ、ずっとさ、なんか形、どんな形がいいかなってさ、ここやって
これどうだったの、ここは違うか、こっちかな、どうかなとか言ってるのをさ見られるってちょっと恥ずかしいじゃないですか。だからなんか一人でスタジオを借りて黙々とできたのがすごい嬉しかった。最後の一緒の数字って意味ある、あれ誕生日になってますよ。不毛の寝っ転がるところかっこよくて好き、あれすごいよね。マリアもいつもなんか自分で回ってるの不思議だもん、なんで回れてるんだろうって。遊ばないのコードで、クワルがコードで遊ぶ、コードダメって言ったでしょ、クワル、あなたコードでダメって言ったよね、クワルくん。そう914になってます私ね。最近マリアはよく含まれるリップ塗ってるからさ、含まれにいつもこうやってで食べてます、含まれの頭を。かわいい。めちゃ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 チューしてくるんだけど、福丸が。いや。どっちたの？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 うん、どっちたの？お、痛い。爪取りだな。はい、いってらっしゃい。こっちから行くと何も見えないのよ、うん、かわいいでしょ。花ちゃんに近寄れんくなるのでは、それがちゃんとコロコロとかしてるので大丈夫です。花ちゃんは猫アレルギーだから、猫それ以外も猫アレルギーのメンバーって結構いて、その猫アレルギーのメンバーに支障がいかないようにちゃんとあのパーカーとか上はベランダじゃない、玄関で脱ぐようにしたりしてます。あと玄関にコロコロをちゃんと設置してますね。福丸は毛長いからすぐ抜けちゃうんですよ。だから本当にさ、あーティッシュダメだよ、ティッシュで遊ぼうとしてるね。まあそうせとくか。ネカレギのメンバーって意外と多いよね。くすぐったい毛が、ロードカー遊んじゃダメだよ、しばらくここでないの寂しいね。わかる、寂しいよね。ぬいぐるみティッシュかわいい、かわいいでしょ。これハウステンボスで昔ママといた時に買いました。ここでやりまくりたいのに。ああビリビリにしたティッシュやめて、ビリビリにしないで、クマル
これであの服じゃやめて。ビリビリにされました。はるちゃん花粉症だからティッシュ大切にして。19日ここ店生で見たけどマリアの表情の切り替えがすごすぎたって嬉しい。練習した甲斐がありました。あーゴミ倒さないで福丸、なんでそういうことするの。ゴミ倒しちゃダメでしょ。こら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 持ち上げるじゃん。ゴミ倒された。最近やんちゃんのことすごい分。あーダメって言ったじゃん。何してるの。ここでさ、不毛がさ、最後に来るじゃないですか。不毛、あーもうやめてよやめてよ悲しい、やめて。不毛でさ、一番最後のにさ、すっごい踊るからさ、もうさ、ヘトヘトになる、なりそうなぐらいさ、ってやるからさ、あんなヘトヘトの状態でさ、なんか床で回れてたりするとさ、回れてるって思ったらすごいよね。困る。もうそんなんするなら知らないからね。あ、情熱ハイウェイもね、めっちゃね、体力消耗されますね。くまるダメ。なんで今日はそんないたずらっ子なの。くまる、くまるがいたずらっ子です。今日はいつも以上に興奮してやるでしょう。ふくまる、ここに収まっときな。最近のふくまるはここに収まります。ラジオネームのウェーブ難しいけど、あれさ、めっちゃ早いもんね。あ、もうこれにな、含まる。おやすみなさい。逃げる。じゃあバイバイ言って。お客さん、今日は猫の日なので福丸の日でした。バイバイ、いってらっしゃい。19日公演行ったけど、公演終わり終わった後に足に力入らなくなるくらい幸せだったよ大丈夫かそれは嬉しい、よかった。今回の公演さんは結構さ、上手側が多いよね。下手の花道とか本当に 秒しか行かない。秒のなんか本当3秒ぐらいしか行かない。結構上手率がさ、男子曲は上手が多いのかな。不毛は100年先も全部上手ですもんね。上手が多いです今回。そう、お前移動めっちゃ多いの。みんな見てほしいんだけど、リボンなんて似合わないの、1サビ終わりのマリアの移動と、
2サビ前の移動すごい多いから、もうね走り回ってます。私リボンなんて似合わない時、リボンなんて似合わないってさ、って初めての星と100年先した後だからもう結構ヘトヘトじゃないですか。でも走り回らなくちゃいけないから、もう誰よりもうわーって移動してる。たまに間に合わないもんね。初めての星の花ちゃんと向き合うところなんかやってるでしょ。あれはちょっと変な顔してます私。やりたいことさあやってみて。びっくりした。いや、いいかな。うん、ママがチュールをあげるみたいです。今日はチュールあげてない。明日は久々のオフなのでゆっくり休みます。花粉飛んできたね。ねえマリア、本当に花粉やばくてさ、昨日の花ちゃんのさ生誕もさ、途中でエミリーさんとやばいって喋りながら鼻を髪にさ一瞬吐きましたもんね。私お手紙読むからさ、もう鼻水垂らしてダメだと思って。花ちゃん髪伸ばした方がいいと思う？マリア今の長さ好きだな。花ちゃんリボンなんてもなんてチアガールみたいで可愛いね。可愛いよねあれ。マリアも大好き。マサのクヨタのイメージは何だったのか気になる。確かに今日ボード書いてないもんね、マリアね。あのね、なんだろうな。いっぱい出てるからな、あれって被っちゃダメじゃん。いっぱいあるからね。マリクルかな。絶対違う。そう、マリアがあの生誕祭の司会すると思ってなかったからびっくりしました。福丸は今ねママにチュールもらってます。風がすごい目乾く。はなちゃんのバレンタインの魔法可愛すぎたね。あれめっちゃ可愛すぎたよね。めっちゃうまかったよって。よかった。チュール依存症毎日あげてないですよ。でもなんか前もともと猫のご飯って2食でいいと思ってたんだけど、まだちっちゃい時って 3,4 食あげないといけないらしくて、それを知らなくてまあ2食だったんですよ最初。でなんかすごい泣くなって思ったの。なんかすごいご飯のこと見て泣いてくるなって思ったら、ちっちゃい時はもうちょっとご飯あげてもよかったらしいので、チュールとかおやつとかなんか歯磨きご飯とかあげてます、その2個のご飯の合間とかに。おいで福丸。おいで。いたぞ。チュール食べてご機嫌です。あーちっちゃった。福丸は絶対でかくなります。将来ずれてる？ちょっと待ってね、一旦更新押すわ。どうだ。やりたいことをさやってみてごらんよ。
痛い福丸。まあ、最近マリアの足で爪取りするんです福丸。すごいテンション高い。ないんですけど、HKT 仕様になりました。初めての星が9人で、100年先から16人バージョンになりました。マサはさすがにユニット中にお弁当食べたことない。食べたことないです。私お腹とか痛くなっちゃうから、時間があるときに食べます。リハが終わってすぐぐらいに食べて、本番の2時間か3、2、3時間前ぐらいにはご飯食べ終わりたいなって感じ。マリアちゃん初めてオンラインとオフラインを撮りましたって嬉しい、待ってます。マリア動いてないぞ。動いてない方更新ボタンを押してほしいね。眠いですか？ちょびっとだけ眠い。個展終わりはね、眠くなりますね。オンライン絶対可愛いしか話せないけど許してね。嬉しい。可愛いって言われたら嬉しいので嬉しいです。何このポーズ。こうしようと思ったのにこうなった。すごいテンション高いぞ福村が。ベトナム行く準備してる。明日しようかなと思っております。ココテンと目とどっちが疲れる。ココテンかな、わかんない。制服の目は慣れたからあんま疲れなかっただけかもしれないけど。そう、ベトナムは暑いらしいのでね、夏服を私は用意しなくちゃいけないですね。何がそんなに気になるの？今日メイクうまくいったか落としたくない。マリアのオンライン気になるって言ってる人いたからおすすめしといてよって嬉しい、ありがとうございます。画像とかもね作ってくれる方がいっぱいいて嬉しいです。ココテンはジャンプの他にもひねる系とかも多いイメージ。確かに100年先とかさ、もうずっと手回してるからさ、一時期なんか腱鞘炎みたいに痛かったもん。もうね、こうやってやるのがすごい苦手だったからずっと練習してました。知ったら若干できるようになった。葵ちゃんがそれ得意そう。葵ちゃんめっちゃ得意なの。だから葵ちゃんが作るダンスとかよくこういうの入ってます。あなたとても可愛くて才能があります。私はブラジルからのファンですだって。
嬉しい。ブラジルでありがとう、わかんないけど。Thank you. I love you.世界デビューおめでとうだってイエイ。ジッパーやってほしい。いつかまではね、ジッパーしたいですね。落ち着いたの、深まる、やっと。やっと落ち着いたの。ひょうなの、深まる。落ち着いたの。落ち着いたの。まだここ触ると眠くなっちゃうの。もうトロントロンしちゃって。あー、眠たい。眠たいね。あー、寝ちゃうね。あー、寝ちゃう。ここ店行っとき行かないつもりだったけど、衣装が終わりにも可愛く行くことにした。いいね、いいね、来てください。でもね、3月もうね、最近っていうかないらしいんですよ、長らく。寂しいです。だからマリアさん、花ちゃんと飼いたくて家族も引っ越したん？マリアはママと暮らしてるので、猫飼いたいっていうのもあるし、花ちゃんと帰りたいっていうのもあって引っ越しました、ママと二人で。いやー、ダランってなっちゃってる。ダランってなっちゃってる。花ちゃんと帰ってます。全く一緒ってわけじゃないけど、猫何歳？猫3ヶ月です。かわいいね。ね、寂しい。ここでいっぱいしたい。さくまるコメント読んでるかもねすーごい、もう眠たいね、さくまる。マリアの手の中に収まってます。とっても可愛いから見せてあげたい。3ヶ月でかい、でかいよね。福丸多分すっごい大きくなると思う。手がでかいんですよ。大きい猫ちゃん、かわいい。寝ちゃった。ね、イブキンちゃんの猫でかいよね。ネイル見せて。マジかわいいの、ネイル。今めっちゃギャルみたいじゃなった。マジかわいいの、ネイル。鼻息すごいな。そう、いつものネイリストさんのところです。どうしても天使の羽がつけたかった。福丸も花粉症なの？鼻詰まってるよね。暖房はつけてないです。寝ちゃった。かわいい。ベトナムに持っていこうかな、連れていこうかな、クマルもね。
もう完全に寝ちゃいました寝ちゃった。その髪型の大変そう、大変そうだった、メイクさんが。私やってないかわかんないけど、でこの髪型結構好きで何回かやってるので、久々になんかお乳の服が似合いそうだなと思ってやりました。今回君はもっとできるの髪型はもうちょっと上のお団子かな。このお団子でなんかピロピロって出してます。これは何ヘアを取るんで、下ご団子、食べちゃいた。うなってるのは含まれです。私の鼻じゃないです、いびきです。含まれるのね、体勢が可愛いから見せてあげたいんだけど iPad が届かないっていう。あーごめんね、目覚めちゃったね。あー全然見せないね、ごめんね。はい、寝な寝な寝な、ここそれとすぐ寝ちゃうからもう2月終わるんか、早いね。早いよね。北のお団子めちゃくちゃ好きな髪型だから嬉しいやって、ありがとうございます。これ12時になったら自動で切れるよね。それまで iPad 触んなくていいか、クマルが起きちゃうからね。ここ点コールできるともっと盛り上がるね。早くコールできるようになってほしいですね、本当に。今夜目覚ましかけずに寝る感じ。うわどうしよう、確かに久々のオフだ。目覚ましかけないで寝ちゃおうかな。でも福丸がねご飯って泣くからね、そこで一回起きるんですよ。でまあもうね福丸に対してね、ご飯欲しいの、そっか福丸よって喋ってるから、そのママの声がでかくて目が覚めるんです、いつもねえ。あれで嫌だった、起きちゃったね、ずっと騒いすぎた。福丸ここ寝なしゃい。まだわかんないですけどね、いつかコールできそうだったらぜひ皆さん復習しといてください。福丸ちゃん寝相とかあるの？福丸寝相めっちゃ悪いです。確かにお乳とかおーって言ってくれたらめっちゃ嬉しいわ。みんな声枯れちゃうんじゃない？ライちゃんの髪は猫の耳のように見えます。これは帽子です。本当はこういう状態ですね。え、なんかずっと帽子かぶってたからか恥ずかしいんだけど、かぶり直せなくなっちゃった。福丸には右、この左手持ってかれてるからさ、枕で。なんか恥ずかしいんだけど脱いだら。え、なんか裸になった気分。なんかすごく裸になった気分なんだけど、帽子外したら。なんか俺こんな顔の形だった、こんな輪郭だったっけ。え、なんか恥ずかしいよ、くまる、どうしよう。なんか頭こんなへこんでた、アマリア。なんかぺっちゃんこだよね。俺こんな頭だったっけ。すごいぺっちゃんこに感じるんだけど。あら、起きた。急に起きたじゃん、あなた。急に起きちゃ、あー、そうよね。やめて
やめてやめて急に起きた福丸が。ありがとう、福丸が起きたらこれがつけれるわ。これになりすぎてさ、すごい頭がぺっちゃんこに感じた。びっくりしちゃった今。あとめっちゃ毛が舞ってる。あと机で寝直した福丸。マリアの手が温かかったのかな。最近机で寝るんですよ福丸。多分冷たくて気持ちいいんだと思う。いつも劇場に着てってるリットちゃんのセットお揃いなので嬉しいのでおしゃべり会買います。だってやった、待ってます。マリアこれさ、すごいさ竹感がさ長くて可愛くてお気に入りだからいっぱい来ちゃうんだよね。まだ福丸は生で見たメンバーいないです。公演がちょっと落ち着いたらメンバー呼ぼうと思ってたので、もうじきメンバー呼ぼうかなと思います。そういう髪型だと思ったらつけてたのね。そうです、本当はこんな、なんか恥ずかしいやだ、なんか恥ずかしい。ズボン外すの、あ、ズボンじゃない、ズボンは外したらそりゃ裸やもん帽子外すの恥ずかしい、ズボン脱ぐぐらい恥ずかしいって言おうと思ったら先にズボン言っちゃった。頭がさパカッと取れたみたいだよね。かわいいでしょ福丸、猫の耳だよ。マーさんデッドボディ見たい。大変そうだよねあれね。マリアも可愛いネイルできなくなっちゃうねやったら。鼻がかゆい。丸がびっくりしてます。くしゃみして。花ちゃん何度も狙いめっちゃ似合うよね。わかる。花ちゃんの曲みたいぐらい似合う。猫アレルギーではないです。花粉症なんです。ベッド行くの？鼻で息できなくなっちゃった。鼻で息できなくなっちゃった。鼻で息ができなくなっちゃった。来週の福岡花粉がやばいって言ってた。マジ？やだ。一昨日ぐらいから花粉がやばくて、マリア本当に鼻水が止まんないし目もかゆいしで最悪です。花ちゃん早くお家に来てくれるといいね。花ちゃんは来れないんです、猫アレルギーで。だから猫ちゃん福丸をお家にお迎えする前に花ちゃん呼ぼうかなって思ってたけど、全然お部屋が段ボールだらけで呼べませんでした。
ヨーグルト食べまくってたら花粉症少し良くなって、まあ、寝る前にヨーグルト、あの R1 飲んでるのに全然ダメだ。最近寝る前必ず R1 飲んでるんですよ。その花粉症治るってのも効いてるし、お腹のなんか調子も良くなるから寝る前に飲んでるんだけど、ダメですね。鼻水が垂れちゃいそう。すいませんね、もうジュビジュビと。一旦ちょっと鼻を拭こうかね。髪はしないけど。よいしょ。花粉症ってマジどうしようもできないから辛いね。そうなんですよ。薬もさ、めちゃめちゃ完全に治るってわけじゃないじゃないですか。だからさ、どうしようもないのよね。菊丸は鼻詰まってそうだけど大丈夫？よいしょ。よいしょ。蛇腹っていうみかんみたいなのが花粉にいいね。そうなんだ。ダメだ。終わったら精一杯鼻を噛みたいと思います。よいしょ。福丸がマリアの机の上で落ち着いてる。鼻かみすぎると鼻かられる、わかるね、困る。うん、確かにまだ軽い方だけどね。これでさ、もうどんどんさ花粉症がひどくなったら、もう私はもう外に出ません。福丸と一生を過ごします。立ちたいの？福丸くんでした。まいまい、いってらっちゃい。花粉症の薬は定期的に買えないと効かなくなる。マジ？マリアイも結構な期間同じあれだわ、使っちゃってるから効かなくなっちゃったんかな。鼻焼くやつとかあるよね。あれ痛そうだよね。やば、57分じゃん。やばやば。生ビタイムスタート。しっかり忘れてた時間を見るの。鼻後半ほぼ鼻水の話してない、してしかしてないけど大丈夫かな。吉弘さん、和樹、今時、ひかりちゃん、はるか、やまぴーゆー、博多の山、めいちゃん、さら、今時、かけるるる、こてつ、あすか、だいくん、みわちゃん、ひしゃおうたん、しま、せまるしか、ぐち、テリー、トモハン、ユー。終了。13位博多の山さん、12位桂さん、11位セマルシカさん、10位タイ君、9位香港&テリーさん、8位アスカさん、
7位赤いパプリカさん、6位はしもっちゃん、5位しまさん、4位ひかりちゃん、3位ゆうちゃん、2位はるかちゃん、1位すうじぇさん、ありがとうございます。今日は猫の日でした。少しはしましたでしょうか。高丸でも赤かった。高丸呼んでなかった。マジランダム呼んでるかわかんないや。猫の日あと1分で、あと30秒で終わってしまいますね。明日はゆったりとお休みしたいと思います。たくさん見てくれてありがとうございました。福丸は今爪研ぎをしていますね。どこかでゆっくり休みます。ありがとう。またねみんな。次はもうベトナム行った後かな。ベトナム楽しんでまいります。来る方はぜひ一緒に盛り上がりましょう。またね、おやすみなさい。いい夢見てね。終わらない。12時過ぎても終わらない。そういえばマリアの配信って終わらないんだった。ちゅうことで自分で切ります。またね、おやすみなさい。